はい、毎度どうも、日内丸でございます。こんにちは。今回はルーカスアストラルビジターを使っていきたいと思います。銃の感じはこんな感じです。ほう、鮮やかな紫色の銃なんだけども、何の絵が描いてあるのこれ。あ、 UFO か。 UFO がなんか今飛び立とうとしてるような感じの絵なのかな。カスタムの方はこちら、命中率操作性を上げて機動性を下げるっていうようなカスタムになっています。弾薬に10ラウンドが入ってるんでね、打ち漏らしの多い自分にもかなりありがたいカスタムなんですけども、あとライトサプレッサーが入ってるんで、まあ遠くから撃ってもね、敵にね赤点がつかないんでね、まあ撃ってるところがバレにくいっていうのがいいですね。あ、ライトウェイトロングとライトストックをつけてこんな感じのカスタムになるんだね。やっぱ10ラウンドのリロードのマガジンが入ってるから、それで機動性がちょっと落ちちゃってるのかな。まあアストラルビジターのカスタムがこれなんで、このカスタムでいきたいと思います。では行ってみましょう。今回はチームメイトのピロットと戦っていきます。レッツラゴー。はい、わしはクロスファイヤー、行ってみようぜ。ということで、どうしよう、スナイパーだから後ろの方からもうバッキュンバッキュン撃ってりゃいいんじゃないの。この辺からどうだよ、撃てないかな。もうなんせスナイパーとね、ショットが苦手なんでね。はい、ワンショットワンキル、オッケー、ナイス。ロングショットあそこで作ろう。あ、そう、スナイパーなのに。あれ、なんか珍しい音がしたぞ。 NA4 を使ってる人がいるの。あら、まあ珍しい。はい、倒して。どこいるスナイパー、わかんないね。 NA4 の人上にいるのかな。はい、倒して。ん、もう一人いなかった、誰か倒してくれた。 OK、 ナイス。ん、どこだ NA4。 あー、なんかあの階段の奥のとこ行ってるような気がするんだけど。そうか、あ、撃たれちゃった。あ、そっちのスナイパーで撃たれちゃったの壁の中のスナイパーかと思ってた。さあ、ナイフで走っていきましょう。横から撃てないかな、このこっちから。カチャッと、ここからもうね、もう丸見えですよ。ん、 NA4 どこ、あれいないね。上かな、ちょっと撃って脅してみたけど、どうもわかんないな。どこにいるんだ NA4。 上の階段の奥とかそれにいるのかな。あ、やっぱいた。はい、倒して。あれ、そうだよね、 NA45 だよね。うわ、危ねえ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 。だってもう一人の人は DL だったと思うんでね。ん、あ、それが DL の人じゃない、今チラッと見た。ああ、いたね。ちょっと待って、 OK、 ナイス。ロングショットあの辺でつくんだな。あ、撃たれちゃったよ。え、 NA45 じゃないの。え、 NA45 でなんで一発。あ、頭撃たれたのか。まあまあいいか。よし、ラジコンを出して、どうかな、誰か止めてくれるかな。止めてくれても、このスナイパーで、あ、やっちゃった。え、DL933 に変わってるけど、あれ、NA45 じゃないのこの人。あ、DL を拾ったのか、味方の。なんてことや、使い分けしてるんだな。いや、なんて贅沢な。こっちはルーカスだけで頑張らないといけないというのに。さあ、こっちの方からどうかな、当てれるかな。あ、来たね。あら、今のスカ、あらららら、腰の辺に当たっちゃったのかな。なんだよ、もう一発しできないな。当たり損ね多いからね、自分ね、狙うの下手くそなんですよ。あ、じゃあ早い早い早いよもう目が追っついてないわん、左側来てる、あれいる。あ、構えた時には時すでに遅し。いないね。どこいるんだろう。ん、スナイパーだからもうずっと向こうにいるんだろうか。ワンちゃん呼んでみましょう。あれ、ワンちゃん向こう行ったよ。じゃあスナイパーに狙われないところで、ここでちょっと撃ってようか。おー、ちょっと待って。はい、オッケー、倒して。おー、コラテラルつきましたね。オッケー、ナイス。もうここ狙ってればいいんじゃない。スナイパーで出てこないもんね、向こう2人ね。はい、撃って倒して、はい、また倒して。なんだこの作業ははい、ラジコン出して、ラジコン捕まえに行ってくれた。 OK、 ナイス。はい、倒してんで、セントリーガンをここに置いて、ちょっと待って、向こうに渡りましょう。いやー、どうなんだ、前に出てこないんだったらここから撃つか、上から。あれ、あ、来るんじゃないのね。オッケーオッケー、いない。あ、その壁の後ろにいる。あー、やしまった、 NA45 にやられちゃったよ。あれ、もうびっくりするな、ほんとな。バーンって急に爆発するんでね。
あのピンピンピンが自分についてるかどうかもよくわかんないんだよね。こっから撃てないかい。下のとこいるな。よし、こっからどうだ。オッケー、ワンショットワンキル。おい、あれなんで反射かよ。あー、失敗。こっちを倒して、とりあえずこっちの壁沿いにいたらまあまあ撃たれないかな。あそこいるね。あ、フレームノードだ。危ねえ。ちょっと待って、こっち逃げよう。あれ、フレームノード気づかれなかった俺。撃ったんだけどな。お、こっち来てるね。はい、撃って倒して。どうしよう、2階登ろうか。2階にいないかい、敵。ん？なんか今撃たれたけど、俺が撃たれたのか？ん？自分撃たれたのかな？いや、違うね。追ってこないもんね。よし、2階からこう、後ろ向きになってるやつを狙撃してやる。あ、ちょうどいるわ。オッケー、いけるかな？あ、外した。オッケー、ナイス、ロングショット。ここも撃って倒して。はい、ワンちゃん、レッツゴー。で、ラジコンもレッツゴー。で、リロード。あ、いるね。バケフリオンロードどうなったんだろう。とりあえず、ここでセントリー置いて、逃げましょう。下降りて、ちょっと待ってよ。こっから狙えないかい？あ、終わったかな？はい、勝利 50-44GG! はい、MVP いただきました。ありがとうございます。あー、ピロいいね、ありがとう。いや、今回はスナイパーの人たちだったのかな、スタートも。あー、いいね、ありがとうございます。なかなか前にね、出てくることがなかったんでね。もう自分がこっちに攻め込んできちゃったけども。いや、フレームロートは危なかったな、でも。はい、レートは84、ピロのレートが77でした。味方さんにね、いいね入れて、どうもありがとうございましたと。いやー、この AGR ダンス俺もつけようかな。ピロも自分もね、この音楽結構好きなんですよ。はい、相手さん方にもいいねを入れまして、あれ入らない、あー入った、 OK。 で、戦績の方見ていきましょう。22キル4です、4アシスト。ピロが16キル5です、7アシストでした。いや、相手の方にね、NA4 を使ってる人がいたのね、久しぶりだな、あの銃見たのな。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。ルーカス、アストラルビジター使ってみたんですけどもね、まあどっかの数値がガーンと上がったりガーンと下がったりっていうのはなかったんで、比較的こう打ちやすいスナイパーだったんじゃないかなとは思うんですけどね。あと、まあ球数がね、10に増えてるんでね、うん、打ち漏らしの多い自分にもありがたいし、ライトサプレッサーがついてるんで、遠くから撃つ専門の自分にはね、ありがたいんですよ。あれがついてるとね、敵のマップに赤点がね、出ないんでね、うん、敵がこっちを探すのに時間かかるんで、まあ2階にいた時は NA45 の人に思いっきりバレちゃってたから撃たれちゃったけどね。まあそういうこともありますよ。この銃に関してなんですけども、これはね、クラウドチェイサーのカーニバルっていうやつでね、ゲットした銃なんで、もう皆さんね、もらってらっしゃると思うんでね、ぜひ一度ね、このアストラルビジター使ってみてください。まあまだ持ってないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方はね、このアストラルビジターのカスタムをそのまま自分のルーカスのね、カスタムに持っていってもらえれば、性能としては全くね、同じ銃になるんで、それを使って楽しんでみてください。ではまた次回4まで。